スライスしたラルドラルドは豚の脂肪を指すイタリア語。また、豚の背脂を塩漬け、または燻製にしたものも、さすが、本校ではこの部位及び、これを用いた加工食品について、主に記載する。フランスでは、ラールといい、これも背脂に限定しない場合もある。脂肪に水を加え、加熱してからこしたものについては、ラードの項を参照。なお、 日本においては、ラルドは、ラードのイタリア語読みと紹介されることがあるが、本校で扱うラルドはあくまでも、ラルドであり、ラードとは、明確に別のものである。語源は、ラテン語のラーダム。古代からギリシア、ローマでは食用に用いられた。21世紀現在でも利用されている食材であり、例えば、イタリア北部で生産が続けられている、ラルド・ディ・コロンナータは、 ラルドの塩漬けであるが、2000年以上前のギリシャ人によって考案されたと言われている。この食材は、豚の背の部分のうち、脂肪とゼラチンを含んだ皮のすぐ下に位置する。フランス料理においてはこの部位のうち、背に近い部位はラードドゥアー、逆に内側の方はラード本段と呼び区別する。冒頭に示したように塩漬け、または燻製にする場合、保存が効くようになる。 これを薄くカットしてそのまま、またはパンに乗せて食す。以下に示すような調理法においても使用される。フランスでは、ラルドンと呼ばれる、脂肪分の少ない赤新肉に差し込むために切り出したものもある。銘柄のついたラルドの例を以下に示す。ありがとうございます。